どうも、構図です。今回ですけども、第10販売第3次終了時点での完売数見ていきましょうということで、握手券の売り上げ枚数ですね。カラコンウィンクも、あれだよね、イベントももう終わりが近づいてきてて、もう最終受付ですみたいなアナウンスが結構ワンワカワンワカ言ってますけれども、第10販売第3次受付終了時点での完売数、村山ゴルフ倉野さん完売、スイデイ山内瑞希ちゃん、そして田口真中さん、岩立佐穂さんと、それを追従する秋山優奈ちゃん、もう向井さんより上じゃん、すごいね。秋山優奈ちゃんすごいね。で、水島メンバー長友、橋本恵里子ちゃん、佐藤愛理ちゃん、だ佐藤愛理ちゃんもなんだかんだ売れてんだよね。で、下落ち葉大森、と来ると。なるほどね。おもろいっすね。おもろいですね。順位表、村山ぐり、倉野、山内、山根、ずんちゃん、KLP 行くからか。田口、柏木、秋山。秋山稲ちゃん、すごい、やっぱ。で、谷口めぐ、卒業。で、岩立向井地、水島、八木あずきちゃんもすごい。まあ、八木あずきちゃん普通に、この前劇場公演見たら、もうビジュアルが圧倒的でしたね。圧倒的ビジュアル。あれをその AKB48 の単価で接触できるんだったら安いなと思う。むしろ。その美女線の人はね。ビジュアル重視の人はそうかもしれない。という感じだね。すげえな。そして、完売、各開催日の完売状況というデータもいただきました。各開催日の完売状況ですが、3月2日、3月3日、これは現地の、あの握手会か。161分の52、162分の42。なるほどね。32%、25%、完売率が出てるのか。オンラインだと 36%、32%。からの 21%、22%、で、4月27、28は 23%、28%、オンラインが 20%、30%、で、5月の握手会 22%、32%、まあ、これ最終日っていうのもあるんでしょうね。最終日っていうのあるから、売れるから、その特にその卒業とかさ、移籍が決まってるメンバーはね。で、トータル2237部分の611と。で、27.3%、個別握手会とオンラインの完売率で見るとそんな変わんないんだね。 27.5 と 27.2 ということで、そこまで差が出ないと。面白いデータですね。なるほどね。だからやっぱファンの総数を上げるしかないんじゃない？その人気を上げるとか売り上げ上げるんだったらか、もっともっとその今いる財布たちにその紐を緩めさせるっていう、今いるオタクの金銭に触れる施策を取るか、難しいよね。どうするべきなのかっていうところはね。まあそんな感じっすかね。はい、いかがだったでしょうか。ぜひでチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。YouTube 向けに出た1枚5秒でしたね。1枚5秒。だからその AKB よりはやっぱ単価高いっすね。はい、6分終わりまして、今ね、4時45分ぐらい。いやー、15分、まあ20分から並んでるから、実際25分だけど、25分で、岡部倉野という、結構並ぶ面の、終わらせて、ようやく私は帰路に着きます。動画撮れるんだって、すごい。お見送りです。すごい。俺顔
出しできねえんだ俺。いいよ。俺ナルタオチャンネルには負ける。当たった。てか入ったわ。2投目で入りました。誰で取るかは、取った後に、報告しますんで、お楽しみに。ステッカーもらった。いや、まだね、イベント中なんですけど、もう鬼の勢いで5周するっていう。いや、今日ね、一番楽しいオタ活かもしれない。今年一番楽しいオタ活かもしれない。はい。でも大満足っすね。めっちゃ高まってる。柳瀬レイヤちゃんともお話できましたよ。なんだ、ルコクロティはランチで行ったよって言ってました。ディナーであれ知ってたら結構あれだなっていうのを動画で言ってたら、多分見てくれたっぽくて、ツイッターでその動画投稿しましたってやつにいいね来てて、おっと思って、その話が今日できるぞと思いながら今日臨んだんですけど、いや、めちゃめちゃいい接触でした。で、ハーチとも話して、で、イブクルもその、なんだっけ、コーズアンダーグラウンドって YouTube やってますって言ったら、あ、生誕祭の動画上げてるみたいな。で、一日ちょっと、所長も上げてますって。まあ、それもちょっと一脇あり。で、その分、イブキちゃん、クルタン、ハーチの順だったんで、そのハーチとの接触が薄くなるというのがあったんですけど、でもハーチともね、なんか痩せ、ま、だいぶ痩せましたねとか言われて、15キロ減っつって、ちょっと驚かれた。で、豊永さんとは、絶妙な距離感で、での接触。はい。で、矢野瀬レアちゃんとはその話をして、で、エミリーが結構食いついてたのが超でかくて、エミリーがね、写真撮ってる方ですよね、みたいな。コウさん知ってますみたいな。マジかみたいな。いや、めっちゃ熱い。僕はエミリーの顔面が好きなんで、そう、ビジュアル一番好きなんで、そう、めっちゃ高まってしまった。そう。で、最後、ミクリンだったんで、で、ミクリンはもう当然、知ってくれてるので、あれですけど、そう、あ、コズみたいな、知られてる対応をされ。どうも、コーズです。私がプロデュースしたアイドルソング、ファーストシングル、先に好きと言えなくて、ついにリリースになりました。アイドルオタクかつ楽曲派の私が、実際にアイドルが歌ってみたら最高なんじゃないかという曲を作ってみました。ぜひ、各種配信サイト、そして MV は YouTube にて公開中。ぜひ、チェックお願いいたします。